最強の魔導士。膝に矢を受けてしまったので田舎の衛兵になる、星さん。スカイリムインスパイア作品。スカイリムのことを全く知らないヘッドに説明すると、スカイリムというオープンワールドのクッソ激烈に面白いゲームがあるのぜ。その中世ファンタジー風のゲームに存在する各国の衛兵と呼ばれるモブは、俺は昔はお前らのような冒険者だったんだがな、膝に矢を受けてしまってなというテンプレをどの国の衛兵も高確率で言うのぜ。プログラムされたテンプレセリフだからそうなるのね。その、どの国でも言うテンプレセリフが、スカイリムの世界ってのはどんだけ膝に矢を受ける世界なんだよというツッコミから世界的なネットミームになったのぜ。というネタがこの漫画のインスパイア元のネタです。シナリオは勇者パーティーの魔法使いである主人公のスト族のオスは魔王討伐の際に、魔王に膝に矢を受けて治らない呪いをかけられてしまう。なんとか魔王を倒した勇者パーティー、主人公は膝の痛みのせいで何の業務もできなくなってしまう。なんやかんやあって怪我の治療のために田舎で衛兵をしながらスローライフを始めるという漫画。ここから村に行く道中でメインヒロインである金髪巨乳エルフをキョロイン化し、そいつが村の出身だということでそのメインキョロインと一緒にスローライフしながら起きてくるクエストを消化するシナリオ。ちなみにエルフには巨乳エルフが好きな平野幸太派と、貧乳が好きな伝統派が存在しててその辺のネタは2度目の人生を異世界でネタとして表現しているのぜ。この漫画はスローライフする過程で発生するシナリオが読みやすくさらさら読めるし拡張されるハーレムも、幼女から何からいい感じのエロいキャラで出して押しべねの非常にバランスの良い。もしかしたらアニメ化もありえるんじゃないかと思う漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。